消防車の前の車が来たぜ。自転車じゃない。うん。パトカーが行った。思ってないだろうな。またお前らかと思ってないだろうな。いつものユーチューバーコンビかとか。やっぱ暑いよ。え、どこ？あ、本当だ、明るくなってる。お、またゲルか？まだ中に人残ってるかもしれないし、これホース持ってくるの何回も振ったとこであるよ。あ、重い重い。あとあれの棒があるじゃんか、あ、ここに引っかかったりする。あ、といくら引っ張っても上がらないわけだ。あ、だから俺がホースを持ち上げて ボールの向こう側に上げたりとかして。あ、いや、先にそこ削るよっていう、運べないじゃん。
ついに来たら風脈が起きてで見るのがまあ一点気すごい数な、ほら、今だね当たり前だけど畑にも人がいるし、ちょっとかもしんねーしね、韓国狭いし、うん、うん、火が出た、屋根まで。今パンって言ったっけ、うん、アパートみたいだね、さっきの火の再警察官が出た。屋根がもうくっついてるよね、あのアパート。うん、くっついてない。うん、なんかもう右と左で形違うもんね。うん、先生、検証した。先生、検証した。
何部屋も燃えてるような。うん。あ、これは物も燃えちゃったり。うん。火元が1階か2階かもわかんないですね。多分2階だと思うけど。2階だよ。多分。あれね、アパートが1個燃えるとみんなあれ被害受けるから。うん。それが安いけどあれだもん。うん。また火が大きくなった。もっと届かないのかな、遠くから。あそこまで届かないのかも。うん。だからあそこ消すのに結構苦労してる。うん。全然おしゃんないのかよ、別に。普通の部屋じゃないかな、うん、普通にやる縦の部屋か横の部屋かもわからないし、うん、この時間だし飯でも作ってた、うん、かもね。火の消し忘れかもしれないし、単純に、うん、何やかしてきた。カメラ止めた？うん。
たのみんなに聞かれたって。